皆さん、こんにちは。ジマでございます。今回はですね、ヴァンガードさんのビデオ三脚の話になります。と言いますのも、少し前にですね、こちらの三脚について魅力を語った動画を作ってはいたんですけども、えっ、ー、とね、見返してたりとか、自分の中で話を聞いてると、自分のね、喋ってる内容を聞いていると、いや、もっとなんか伝え方表現方法とかあるんじゃないのかとか、差し込み素材をですね、もうちょっと伝わりやすく作ることできるのになぁって思う ところがありまして今回は改めてですねこちらになりますヴァンガードのねアルタプロの 3VL の 303CV18 についてですねいろいろ語っていこうと思います今回もジマチューブ行ってみましょうじチューブはい改めましてジマでございます早速ですね、えー、撮り直しておりますこちら素材用の映像を流しながらなんですけど今ちょっとズームしてね私が指でちょんちょんって押した部分あったじゃないですかこれがね 雲台のところなんですけども実は横のねボタンを押すとこう突起部分がポコポコへこむ形になってるんですで今私が回している部分はアルカスイス五感の雲台ですねビデオ雲台のところを締めてるとか緩めてる部分になりますなので、えー、内容としては突起部分で、えー、アルカスイス五感のプレートをまあその落ちないようにね えー、保護しつつ、まあ、ロックしつつ、横の、えー、このノブのところでグッと固めたりとか、緩めたりするっていうのが、この雲台部分ではできるところになります。で、えー、今ね、あのー、次の説明の映像に映ってるんですけども、ちょっと動いている状態でもうちょっと待ってくださいね。次の映像に、はい、切り替わりました。これがプレートですね。なので、えー、今回はニコンの、えー、ニコール Z。 180から6 0 0ミリの、えー、超望遠のズームレンズ VR の、ね、手ブレ補正の、えー、レンズというものをつけているアルカスイス互換のプレートになります。これはこのビデオ三脚用のちょっと大きめのねプレートという形になりますのでこれを実際こう、えー、スライド式でぐーっと入れてもらいますと。で、突起部分のところがありますのでポチッて押して突起下げた状態でスーッて、えー、スライドしてはめ込むとこういう感じ。で はめ込んでもらった後、前後に動かしても突起部分があるんで大丈夫ですよという形ですね。先ほど、あのプレートの裏面がね、溝があったんですけど、あの溝が突起部分に引っかかる感じですね。で、反対側で締めてもらったり、えー、緩めてもらったりして、アルカスイスのプレートをぎゅっと左右からを挟み込むような形ですね。で、今回、このボタンのところですね。このレンズをじゃあ取り外すってなった時に、 ですねあの突起部分をまあ押して、えー、この引っ掛か,かりを解除した状態でで横のノブも緩めてアルカスイスのプレートがスライドするような状態にして取り外すっていうまあ二段式のような形になりますなのでこれで前後持っていっても今カクンカクンになってるじゃないですかこれはレンズ側の、えー、実際も見せた方が早いですねこのレンズ側のプレートですねこちらレンズ側につけている雲台のプレート9 S61P ってて書いてますわこのバンガードのね、このプレートの溝の部分が突起部分に引っかかっているので取れないんですよという形になりますので反対側回してもろうてこの突起部分のところをポチって押してもらって、えー、と引っかかりを解除する必要があるんです。 で解除した状態だとスライドスンって抜けるんでレンズが取れますよと。これなので、こう、雲台がね、こう上下の方向に多少傾いててレンズがスーンって滑っていくのを防いでくれるという形になりますと。で、次ね、話題変わりまして、今度はこの雲台の上下の動きになります。この雲台のね、近くにちょっと大きめのドライバーみたいなノブあるじゃないですか。このノブを回してもらったら締めて、緩めてと。 いうところができますので、こうくるくるって回してもらって、高さを今、締めたんでね、こう自分でグッグッと取っ手のとこを動かしても、高さがね、変わらないですよという形になります。緩めてもらうとね、上下いくんで、ただあんまり角度をつけすぎるとね、レンズとかカメラが重たかったら危ないので、あんまり角度はつけない方が無難かなってのは思います。で、次はですね、この横の部分ですね、今これロックしている状態です。なので、先ほど上下、 の話やったんですけど、次はえ左右の動きですね。なんで、ロックを解除すると、こう、スン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 動くと、結構滑らかにね、動く感じになってます。で、ロックをグッと上に持っていってもらって締めてもらうと、もう動かんくなると。左右ね、動かんくなるというのが、この動画の部分です。で、次はですね、これ私の中でも結構大きいんですけども、えっとね、三脚の上に乗っかっている えー、このベース部分のねところがこうまあちょっとこのお椀型みたいな形になっててこう動いてくれるんですよこういうね感じでふわん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 動いてるじゃないですかなのでその斜面で三脚を、えー、足出して開いた時にもう地面そのものが斜めってたら、えー、上に乗るカメラも斜めるんでちょっとな角度ですけど このベース部分を緩めて動かしてもらうことで今ね三脚この雲台部分ウォンウォンって結構自由に動かしてるでしょこの下の部分が動いてくれることによって足元が斜めってても上に乗っかってる雲台をまっすぐねあの置くことができるというのがこれが結構あのポイントになってますでこのえビデオ三脚に関してはこのねあのベース部分のところを ボコって取り外せるタイプと私が使ってるやつみたいに埋め込み型のタイプがあるんです。で私は、えーまあ、ボコって取り出して他のその足部分の他のメーカーのものとね、まあ、交換できたりっていうのも便利だとは思うんですけどどうしても大型化してくるんで大きくなってくるんですよねその分。なのでもう埋め込み型のこっちのタイプを使うようにしております。という説明があって次は、えー、取っ手部分のところですね大きく写している。 形になりますこれですね、あの2本あるんですよ。バーみたいな感じでね、あのあるので、これをくるくるくるって回してもらうと、取ることができます。なので、まあ収納時などですね、まあ、取り外してもらったらええんちゃうかなと。で、結構これ、噛み合わせの角度がたくさん、溝が作られている形になりますので、 この部分をですねもっと角度つけてもらって下に下げてもらったりとか上に角度ねあのつけてもらうっていうのもありなんですけど、まあ、大体この取っ手そのものがちょっとカーブを描いている感じになりますので、まあ、垂直に、うん、配置しつつ取っ手部分がちょっと下がってくるこのぐらいの私が今使ってるぐらいの角度がいいかなとでこの取っ手部分は実は伸び縮みするので今手前に写っている、えー、この取っ手部分ねくるくる回してるところあるでしょ これを緩めてもらうとノブが取って部分がビヨーンって伸びてくるんですよ。今フォーカス来ましたね。この部分です。で、締めてもらうとそこで固定できるんで、まあ、短くすることもできるし、長くことすることもできると。ただ、個人的にはそんなに長くしても、服とかにガッて引っかかってもね、危ないんで、短い状態でま使うようにしております。まあ、短い状態でもそこそこね、長さがありますので。で、次が。 えと大部分の足ですね。横ボタンがあるので、ぺこって押してもらうと、このヴァンガードのロゴが入っているシルバーのプレートのところが浮く形になりますので、その部分がポコって出てきた時に、えー、角度を、まあ、3段階ぐらいね、溝があるんで、あ、横向きの方が分かりやすいですね。ポコポコ出てきてるでしょ。このポコポコ出てきている状態で、えー、角度をつけてもらうことができますよと。なので えと溝が今123ってあるんでポコッて押した状態で角度をつけてもらうとこういった形でどん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 足が開いていく感じにでめちゃくちゃ開くとめっちゃ低くすることもできますその分足横幅ひあの場所取っちゃいますけどねっていう形でポコッて押して戻してもらうという形になっておりますのでまあ足の部分はねこういった形の開き方開閉になるというところになりますね こういった感じです。ポコって押してもらうと。で、あとは、そうですね、こちら、足の映像になるんですけども、足の部分はもうよくある、あの、ロックタイプ、ぐるぐる回してもらって、ロックするタイプになりますので、もう緩めてもらって、足伸ばすっていう感じだけですね。なので、特別このあたりは、そんなに強調する内容はないかなというところ。 ですねであのバンドがありますので足があのばらけないようにねバンドで固定することもできるというちょっと細かいね配慮もされているものになりますとで次が、えー、これですねあの雲台の部分なんですけどもえっとね何が言いたいかっていうとここにねあのネジ穴切ってあるんですよこの部分ねなので意外と こういったビデオ三脚とかって、まあ、最近増えてきましたけど、えー、三脚にカメラ乗っけるだけやとちょっと物足らんというところがありますのでこういったネジ穴をね切ってくれているタイプだとこの部分に、あのーまあ、クランプじゃなくてねマジックアームみたいなものをつけて、まあ、ちっちゃいスマートフォンであったりとか外部モニターであったりとか SSD のホルダーみたいなものをつけてもらうと。 いうことがでできますのでこういったタイプをね、まあ、使ってもらえるといいんじゃないかなっていうところがありますと。で、ないタイプだとどうしてもね、あのクランプタイプのようなカニのね、ハサミみたいなやつをくっつけて、こういった、えー、とアクセサリー類をね、つける形にはなるんですけどもともと、元々雲台側にね、この4分の1インチ穴切ってくれてると助かるなっていう場面も多いと思います。で、この、えー、今回のね、ヴァンガードさんの。 三脚っていうものなんですけども8月10日なのでもう正直あの発売済みの製品になるんですよで私自身はねあのいろいろ利用させてもらってる手前結構この今ビデオで映ってるあのなんていうんですか差し込んでる動画の雲台だいもちょいちょい年季入ってるでしょう結構あのいろいろ使ってるんですいろんな場面でそれこそ重たいレンズですね最近やったアナモフィックレンズとか超望遠レンズこの今動画で入れてるような大きめの 望遠ズームの、えー、レンズなんかをねつけるときどうしてもカメラ側が大きくなるレンズ側が大きくなるっていうときには、えー、出番が多い雲題になって おります雲台というかまあ三脚っって言った方がいいかな雲台がめちゃくちゃ今回パワーアップしてくれてるんで雲台のね改良点っていうところもまあいろいろ語っていきたいんですけど過去同じくこのバンガードさんのねあの一脚とか三脚を利用してはいるんですけどやっぱりこの雲台部分で今までちょっとね惜しいかなというかまあ一世代前やなって思うところがちょいちょいあったんですけど今回新しく出てきたと にやっぱりその各メーカーさんのやはり採用されて評判のいい技術っていうものはしっかりあの取り入れられているので私自身使っていく上でもこの、えー、ビデオ三脚っていうのはね助かる場面が多かったというか何ていうんですかね特別不満なく普通に使えてるっていう状態ですカーボンなんでねこのサイズの割にはまあ、あの軽い部類になりますので扱いやすいでこのサイズになるとまあ移動自体は大変 じゃ大変ですけどもう1回場所ついてもう展開してしまうとそのへ動かさないじゃないですかなのでまあその辺も特に何も思わんかなーってのが使ってて思うところでございます私のですね用意した動画だけではちょっとね伝わりきらない部分もあるかと思いますので細かいところをね え見ておきますと、えー、斜めのね、調整範囲がプラマイ15度の、えー、65目のレベリングベース、先ほどこう左右にね、私が動かして、足そのものはちゃんと開いてまっすぐなんやけども、そもそも置く場所が若干斜めってたり、山のね、斜面とかやったらこういったレベリングベースのところで調整してもらうといいですよ。で、あったりとか、えー、これね、取り外し負荷になってるんですけど、えー、取り外せるタイプも ありますただ取り外せるタイプはもっとごつくなりますし本格的なビデオ雲台になりますので私自身は内蔵タイプの、えー、ものを選びましたなのでタイプがいろいろあるんですよねでダブルハンドル付きのビデオ雲台これはね先ほど左右外してましたねダブルハンドルで最大耐、えー、荷重っていうところは 15kg っていうところでまあそこまで重たいものは乗っけんかなとは思うんでせめて 2kg4kg ぐらいかな超望遠レンズ含めてね で、1800ミ、mm、リなので、180センチぐらいまでは伸びますよと。で、開脚角度はね、先ほどあの横のロック緩めてクイッと広げていたところで23度、50度、80度と。で、滑らかな動きのビデオ運台というところと、高品質グリップであったり、えー、格納式のね、えー、スチールスパイクっていうところで、あのネジくるくるって回してもらうと、スパイク部分、足部分がね、出てくると。 いう形になっておりますで、4分の1と、えー、8分の3インチネジの、えー、サポートアームっていうところで横にね、あのネジ穴が切ってありますよというところがあります。で、パッド入りの三脚ケースというところで、やっぱこういうね、大きい三脚になってくると、 まあ、ケースって大事じゃないですか。で、このね、雲台をつけた状態のね、えー、ままで、えー、っと、収納できるっていうのもね、大事だったりするので、こういったサイズ感のあるね、えー、サポートケースというか、収納ケースっていうのは、えー、ポイントとして大きいかなってのは思いますね。っていうところがありまして、で、アルタプロの 3VL シリーズという形には、 なりますので実はね今回私が選んだカーボンとは別の、まあ、アルミタイプであったりとかうん部分がねあの私みたいに固定式埋め込み式っていうんかな内蔵式のものもあれば取り外すものも、えー、あるのでご自身のその選びたい種類タイプによって使い分けることができると。 いう形になっております。で、強力なね、ツイストロック。まあ、その上に重たいものを乗っけるので、やっぱりこういったところはしっかりしてもらう。で、簡単にまあ掃除ができ、まあ、カーボンなんでね、あの軽いっていうところもありまして、結構ね、汚れも付着しにくいかなっていう印象はあります。で、開脚角度は3段階。で、ローアングル撮影って、こういった形のね、撮り方ができますよ、であったりとか。で、これがね、あのレベリングのところの15度、調整。 プラスマイナスできますよっていうところで多少の斜めの調整であれば、えー、できますよと。で、最新の CNC 技術で、えー、高品質なものがありますよと。で、高品質グリップ。しっかりね、一本ボール持つところがしっかりあのゴムでね、あの加工されているので滑りにくいですよと。で、これがスチールスパイクのところですね。くるくるくるって回してもらうと、えー、出てくる形です。で、アクセサリー取り付けホールっていうのが本体側にもついてますし、先ほどね、雲台側にもついてたと。 いうところがありますので結構ね融通の利く使い方ができるかなと。で大型のダンピングノーブというところでえこういったところもまあ調整しやすい。ただグッと締めると結構力がいるのでこの辺はねちょっとあの微調整で外で固まってしもうたってならんようにねちょっとご留意しながらつけてもらえたらなという形ですね。でこの辺りは先ほどお伝えしたところですかね、まあ、全体像としてはこういった、まあ、サイズ感というか 結構ね、まあ大きめの三脚にはなります。で、この、えー、レベリングのベースのところですね。結構滑らかに動きますね。先ほどもこう角度クイ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 と自由にね、動いてた印象がありますが、上に特に重たいものを乗っけている状態やと結構思ったより動きやすかったりもするので、その辺はね、えー、ご留意いただけたらなというところがあります。で、えー、雲台のロックネジとかもありますので、しっかりね、締めてもらえたらなと。この レベリングベースっていうのはかなりポイントとして使っててまあ助かる場面が多かったからまあ最後の微調整って感じなんですけどね基本はまあ平らなところであれば足開くだけで水平取れたり すするんですけどもどうしてもねなんとなくちょっとずられてるなーって時にレベリングベースで調整してもらうとで別のところで設置する時にレベリングベースを戻さんと足ちゃんとまっすぐしてんのになんか若干こう斜め取るなってなったりする時がありますのでレベリングベースはつどね戻してもらって最後のまあ殿下の方向みたいな使い方をしてもらったらいいんじゃないのかなと で、三脚をスタジオに変えるってちょっとね、書き方になってますけど、まあ、イメージとしてはこういったことです。マジックアームなんかを使ってもらって、まあ、いろんなものがね、別で付けることができますよっていうところをね、強調しておこうかなと。意外とこの三脚をね、 あの使っててうわーなんかモニターちっちゃいやつどうしようとかちょっとしたスマートフォンをかませてスマートフォンでその天気見ながらとかいろいろ考えた時にまあ別でクランプなんかを持っていってかませるのもありなんですけどそもそも三脚側にねこういったネジ穴切ってくれてると助かる場面っていうのは多いところがありますただあまり重たすぎるものは乗せない方がいいのであくまで三脚は三脚でカメラのまあ固定っていうものが一番のメインの えお仕事になりますのでその上で何をプラスアルファでくっつけれるかっていう話なのでまあ可能な限り、まあ、軽量な軽いもので、えー、ちょっと手,も手元で持っとくにはちょっとなっていうなんかフリーハンドになりたいなっていう時に、えー、こういったアームを使ってもらったらいいかなっていうところがありますでセンターポールはえーないタイプになりますので比較的まあスリムなデザインで使いやすいなと いうところがありますねでこの付属雲台のの特徴という形になりますこ BOPV18 いいですね。ものすごくねあの、いい雲台になります。というのも、今までのヴァンガードさんの雲台も良かったんですけど、ちょいちょい気になるところがあってですね、それがまあ今回見事に、まあ、解消されているな、ちんっとその、なんていうんですか、ユーザーの 声っっててていいいううものがが解消されているなーっていう印象がありますというのも、このやっぱこのロングハンドルノブのですね、この部分がね、ちょっと見えますこれマイナスドライバーなんかで固定できるタイプなんです。なので、前まではこの横のね、ハンドルロックノブを外すと、スコンって抜けてたんですよ。で、あー、ちょっとばらけてしまうなーっていうのが管理が大変やったんですけど、今回はもうこの上の部分で、 あのドライバーで外して挟み込んでドライバーで止めると、えー、外したとしても横のねドライノブというか取っ手を2本外したとしてもこの噛み合わせの部分は外れどっか1人でどっ転がっていかなくなっているので助かるなというか心配事がね1個減ったかなとでチルトロックノブですね前はチルトなんか横でね緩めてこう固定す するっていうのが多かったんですけどももう最近になりますとこのチルトロック横でねあのくるくる回してもらってですねあの締めてもらうことができますので、まあ、こういったところを使ってもらうとねものすごく楽になってるなのでポール持ちながら取って持ちながらチルトのノブ緩めて上下動かして固定するみたいな使い方ができるのですごくねスムーズになりましたね で、ダンピングノムであったり、360度のパンロック、こうね、こう、えー、カメラを水平にね、えー、振りたいなとっていう時に、まあ、緩めてもらえたらなと。で、アルカスイス互換の QS-61P というプレートで、今、ちょうど 18600mm、えー、のね、超望遠のレンズにつけておりますが、結構ね、大きめのアルカスイス互換のプレートになりますので、噛み合わせはいいですね。で、先ほどの動画でお伝えした通り、溝が、 あありりまますのでで突起部分ししたでしょ横を押したら縮む突起部分が引っかかりになってくれるのでその不意な落下っていうものは、えー、防いでくれるかなとでえっ、ー、とねスプリングピンがついておりますのでよくあるそのビデオん違う超望遠レンズとかの三脚座ってね、えー、一つで固定するとレンズがね大きいのでちょっとね アルカスイスのプレートが左右に揺れてしまったり、緩んでしまったりとか、1つの,そのネジ穴に負荷が集中してしまうんですけど、こういった形で引っ掛けるねスプリングノブと実際のネジ穴っていう2つのポイントで固定することができるので、プレートもねあの移動しにくい付け方ができるというところになりますので、結構この辺りは便利ですよね。で 反対側に行くとプッシュボタンですねこれが落下防止の安全ピンというところで、えー、このプレートのね溝にスコッてはまってくれるシルバーの突起の、えー、と出したり引いたりする部分になりますのでプレートを外す時だけ、まあ、押してもらうっていう感じですねで調整可能な4分の1インチのスレッドこれはまあネジ穴のところですよねで2つの水準器がついてますよ であったりとかこう斜めのね角度の、えー、メモリがついてますよとで4分の1のインチのネジのねところはネジ穴切ってくれてますよっていうのが横に、えー、書いている状態でございますと で、大型のね、チルトロックノブっていうものが利用できるので、まあ、前後のそのチルト角度を素早くね、調整できると、これはほんまに、あのー、ちょっとめるだけで結構角度ついてくれるので、ほんまにクイッスクイッみたいな形でね、結構扱いやすい。ただ、ここまでの角度、まあ、つけれる、あの、構造上ね、できるんですけども、私自身その重たいものを乗っけるんで、ここまでの角度をつけると、ちょっと怖いんでね、あのー、 えーと点灯防止のためにもこんなに角度はつけないですけど一応構造上つけれますよとなので上に乗っけるカメラがそんなに大きくなくてねちっちゃいんであれば全然これぐらいの角度つけてもらってもいいんちゃうかなっていうところですねで簡単の操作で油圧の負荷調整というところでこれがね先ほど硬くなりすぎたらちょっと大変やからええ具合にね締めてもらうっていうところになりますね あの流体制御ノブっていうものを介して調整できるんで時計回りに回してもらうと,、えー、と増加するというか、まあ、重たくなるよっていうところがありますのでこういったところを使ってもらってでダブルロックの安全ピンなのでこの辺りはもう全部雲台の話ですよねなのでかなり雲台が、えー、いろんな細かい点で改良されているという形になりますでこれがね先ほどお伝えした1番プッシュ横にあるボタンを押してもらうと突起部分がポコってへこむのでプレートが 外せるよようになりますよとで横を押さなければこの2番の突起の部分がポコって出てる状態やからプレートがはまってる状態でその落下防止、まあ、絶対ではないんでその辺は気をつけてもらった方がいいかなっていうところはありますなので万が一クイック集が完全にこの締められてなかったとしてもカメラが斜めにスーンドーンみたいなことはなくてスーンカチャみたいな形で突起部分でプレートが引っかかってくれると。 いう形になっておりますなのでこの QS61P ですねこのプレートのねこの溝の部分っていうのは、えー、命綱っていうのはちょっと大げさですけど、まあ、守ってくれる部分になりますねで結構ねこのプレートも大きいんでねあの安心感がありますねアルカスイス五感って確かにちっちゃくてあの薄くてねいろんなタイプ出てますけどメーカーさんからやっぱりこういった、まあ、そのスコープであったりとかビデオ のね、カメラみたいな大きいものを乗っけるのであればやはりプレートっていうのもしっかりしたものをね選んでもらう方がいいんちゃうかなっていうところがありますで六角レンチドライバーコインタイプっていうものを締めてもらうので私なんかはねこういった、えー、カメラ系の7つ道具みたいな形でこういったドライバーがありますのでこういったものを持ち歩いて、えー、使うように締めるって言ったらいいのかな、えー、使っておりますとで横にはねこういった、あのー、マジックアームつけるところも ありりままますすすのでで雲台ね自由ににきますよという形になっておりますこれが、まあ、今回のこのプレートというかまん、あ、だ含めてですよね、えー、三脚アルタプロの 3VL の 303CV カーボンのですね18というものになります統合的にやはりこの雲台部分のねパワーアップっていうのが結構インパクトとしては 大きくてですねこの上下の動きもねこんなちっちゃいノブで簡単にね動かせれるようになってたりであったりとか、えー、このね横のラベリングのねベースのところもこう自由にね結構動いてくれるようになってたりかなこうぐる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 動くようになってたりとかですね結構そのポイントポイントであーこうやったらよかったのになあが解消されているこの横のねボタンであったりとかでもっと言っちゃうと足部分は うんうん、まあまあ元からあの絵作りをしてると言いますかあのそんなに疑問は思うところなかったんで普通にね足開いて使ってもらうことができるという形になっておりますのでやはりこの雲台部分のねパワーアップが一つの今回のポイントになるんじゃないのかなというところでございますなので最近のね私のちょっと大きめのカメラとか、えー、大きめのレンズっていうものを使って撮影に出向くときはこういった三脚 利用しておりますこのバンガードの、ね、三脚以外にもやはりいろんなメーカーさんから三脚ってものは出ておりますがカメラをまあ守ってくれるもの乗っけるものでもありながら守ってくれる。 その店頭とかからね、守ってくれるものにはなりますので、自分自身が、えー、まあ、あまりだけをせず、納得できる、えー、三脚であったり一脚っていうものを揃えてもらえたらと思います。今回はね、ヴァンガードさんのビデオ三脚についていろいろ紹介してみました。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。